こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、ちびまる子ちゃんの前田さんって知っているか？前田さん、確か、まる子のクラスメイトだよね。そうそう。前田さんといえば、顔が大きめで、圧が強い女子だったような。正直、あんまりいい印象のない子だな。うん、うん。前田さんには、あまりいいイメージを持ってない人が多いと思うぜ。というのも前田さんがちびまる子ちゃんに登場するときは、大体ろくなことをしていないんだぜ。そりゃあ、良いイメージなんて持たないよな。そうだよね。今回は、前田さんの胸クソエピソードを5つ厳選して解説していこうと思うぜ。前田さんは、どんなことをやらかしているんだろう？どんなエピソードなのか、ちょっと楽しみかも。それじゃあ、早速、ゆっくりしていってね。1、お母さんの給食袋。一つ目のエピソードは、第2期の1090話、お母さんの給食袋という回でのこと。どんなあらすじなの？簡単に説明すると、マルコはある日、マルコのお母さんに、鳥の刺繍がされた手作りの給食袋を作ってもらう。その給食袋を持って登校するマルコ。手作り給食袋がとても可愛かったから、マルコの仲良しの友達である、タマちゃんとシコちゃんが素直に褒めて、羨ましがっていたんだ。二人が褒めてくれたことをお母さんに報告したマルコ。お母さんは褒めてもらえて嬉しくなり、タマちゃんととしこちゃんの給食袋も作ってくれることに。学校で、マルコ、タマちゃんとしこちゃんの三人は、早速作ってもらう給食袋の図案を話し合う。それぞれの好みの柄や刺繍の動物が決まったところで現れる前田さん。私のも作ってよと偉そうに言い放つ。いやいやながらもお母さんと相談し、引き受けることにしたマルコ。お母さんは、マルコや友達のために、夜遅くまで刺繍を施した給食袋を制作し、一日で仕上げたんだ。その可愛く仕上がった給食袋を嬉しそうに学校に持参するマルコ。タマちゃんやトシコちゃんは、出来上がった給食袋を受け取り、大喜び、感謝の言葉をマルコに伝えるんだ。その後、前田さんにも希望通りのパンダの刺繍が施された給食袋を渡す。ところが、前田さんはその給食袋が気に入らなかった様子。思ったより可愛くないね。このパンダがあんまり可愛くないよと文句を言い始める。そして、こともあろうに、マルコの給食袋の刺繍が可愛いから交換しろという、タマちゃんとシコちゃんの二人は、失礼な態度の前田さんに堪忍袋の尾が切れて激怒。それでも、態度を改めない前田さんに、ついにマルコも激怒して大喧嘩に発展。あまりの勢いに、その場に居合わせた大野くんと杉山くんが仲裁に入ったくらい。その後、帰宅したマルコの家に、前田さんと前田さんのおばあちゃんが謝罪に来て和解することに、という内容なんだぜ。だいぶ、ひどい話だね。やっぱり前田さんのこと嫌いだわ。ろくな性格じゃないね。まったく擁護できない悪用だよな。もともと、なんでそんなに自信があるのかわからないが、誰に対しても偉そうな態度の前田さん、クラスでもあまり好かれていない節があるよな。そりゃあ、そうでしょ。まず、なんでずうずうしく仲良し3人組の中にずかずかと入っていけるのか、神経を疑う。マルコたちが、正直、前田さんに、参加してほしくない空気をかなり醸し出しているにもかかわらず、気づかないのか気にもしていないのか、ずうずうしく参加しておきながら、上から目線の命令口調だもんね。そうだよな。一晩で刺繍入りの給食袋を作り上げてくれたお母さんに、タマちゃんととしこちゃんは、申し訳ない気持ちと感謝をマルコを通して伝えていたんだ。そんな、会話の中でそんな話はいいからと、完成した給食袋を前田さんは要求したんだぜ。そして、受け取って感謝の言葉もなく、心ない言葉を吐くします。キー。腹立ってきたー。間違いなく、前田さんはクズだぜ。間違いない。仲裁に入った大野くんと杉山くんも呆れていたしな。クラスメイトにとっては、前田さんはいつもそんな奴ということで通っているんだろうね。でも、許せないよ。マルコとお母さんの気持ちを踏みにじって。マルコにとってお母さんが作ってくれた給食袋は自慢であり、宝物。そんな宝物を踏みにじる行為は許せるものじゃないよな。そうだよ、信じられない。謝りに来たって私なら許せないな。家族もそんな前田さんに手を焼いているかもしれないぜ。おばあちゃんが一緒に謝りに来ているあたり、家族も手を焼いている感じがするね。でも、前田さんも自分でおばあちゃんに、ことの顛末を話したから謝りに来たのだろうから、少しは悪いと感じたんだろうな。だとしても、好きにはなれないけどね。余談だけど、このエピソードで大野くんの株が上がったらしいぜ。喧嘩の仲裁の仕方やマルコへの気遣いが素敵だと話題になっていたんだ。大野くんと杉山くんはあのクラスでも花形だもんね。男気がある行動をよく見かけるもん。この回では、前田さんのアンチをかなり増やし、大野くんファンを少し増やすという結果になったみたいだな。前田さんが大クズだとよくわかる一番のエピソードかもしれないね。2、掃除係の役割。
二つ目のエピソードは、第二期の35話、掃除係の役割という回でのことだぜ。なんか、見たことがある話かもしれないな。この話の簡単なあらすじは、クラスの係決めで、マルコと野口さんと前田さんで掃除係となった。張り切った前田さんは、放課後の10分間は、クラス全員で雑巾がけをすることを提案。クラスメイトは冗談じゃないと大反対。その日の放課後も雑巾がけを拒否して次々に帰っていくクラスメイトを見て、前田さんは、必死に止めようとする。その様子や前田さんの必死な顔を見たクラスメイトは大爆笑。同じ掃除係のマルコと野口さんも思わず前田さんの様子に笑ってしまう。クラスメイトに笑われたことに前田さんは大激怒。矛先は、同じ掃除係なのに一緒に笑ってしまったマルコと野口さんへと向かうんだぜ。マルコは、前田さんの怒りを恐れ、必死に笑ったことを取り繕おうとする。笑ったのは、前日に起こったおかしなことを思い出したからなんだと。そのマルコの思い出し笑いのエピソードに、前田さんも笑ってしまい、その場はなんとか収まることになる、という内容なんだぜ。やっぱりこの話は、見た覚えがあるな。すごく、前田さんらしいと思った話だったもん。前田さんらしいトラブルな感じがするよな。そうだよね、前田さんって自分の正義感を絶対だと思ってる節があるんだよね。間違った正義感でも絶対に押し通すし、他の人の気持ちなんて無視する。本当に、なんて人なのかと思うよ。クラスメイトに前田さんがいたら、大変かもしれないな。気を抜くと、今回のエピソードのように、前田さんが巻き起こす揉め事に巻き込まれるしな。放課後にクラスメイト全員で10分雑巾がけということがあってもいいとは思うの。ただ、クラスメイトで話し合って決めたのであれば、嫌でもみんな従うと思うんだけど、勝手に前田さんの一存で決められても、みんなが言うこと聞くわけないよね。それなのに、必死に雑巾がけを強制しようとして、本当に困った人だよな。前田さんと野口さん。三つ目のエピソードは、第二期の126話、前田さんと野口さんという回でのことだぜ。この話の簡単なあらすじは、雨が降っていて暇だからという理由で、前田さんが大して仲良しでもない玉ちゃんの家に行くことを思いつく、ということから始まる話。前田さんが玉ちゃんの家に行く途中で野口さんにも出会い、一緒に玉ちゃんの家へ。一方、玉ちゃんの家では、マルコと玉ちゃんが楽しく遊んでいた。突然やってきた、前田さんと野口さんを迎え入れた玉ちゃん。微妙な関係性の4人で、おしゃべりすることになるんだぜ。話の中で、マルコと玉ちゃんが山口百恵ファンなのに対し、自分だけが桜田淳子のファンだということに怒り出す前田さん。そんな様子を静かに観察していた野口さんは、急に、怒るとすぐに顔が赤くなって、ものすごく大きな声でわーわー泣いて、みんなを困らせる人誰だと問題を出題する。答えはもちろん前田さんなわけだが、前田さんは、自分のことだとは全く思っていない様子。明くる日、野口さんは、マルコにこそっと、これからも前田さんを見守ろう、お笑いは身近なところから、と囁くのだった。という内容。まず、冒頭から聞くよね。前田さんは、なんで、大して仲良しでもない玉ちゃんの家に、雨だからって行こうと思ったんだろうね。なんでだろうな。突然思い立ったのか、玉ちゃんと遊びたくなったのか、雨で暇すぎたのか、前田さんの中では玉ちゃんと仲良しなつもりでいたのか、ちょっと理解不能だぜ。本当に、しかも、アポなしで突然だからね。現代では、まずありえないよな、電話くらいできるだろうに。マルコの時代は、普通に突然来るような時代だったのかな。それとも、小学生って今でも突然に家に来たりしちゃうものなのかな。地域にもよるかもしれないな。そして、突然来たにもかかわらず理不尽なことで怒り出す前田さん。前田さんおなじみの破天荒さだね。自分だけ桜田淳子が好きだっていいと思うんだけど、人が自分と違う芸能人が好きだからっていう理由だけで怒り出す人は見たことないよ。私もだぜ。そんな、様子を冷静に観察している野口さんは、面白いよな。野口さんは、やっぱり着眼点が違うよね。面白い。しかも、嫌味のようなクイズ出題、ナイス。前田さん本人は、自分のことだと思ってないから、嫌味も伝わっていないんだけどな。そんな、前田さんの鈍感なところも、野口さんには、面白いと感じられたんだろうな。興味深い人を見つけたって感じかな。お笑いの研究対象としては、魅力的な存在だったのかも。そう考えると、前田さんのめちゃくちゃも、面白くて、許せる気がしないか？私は、まだ野口さんの域には達せれていないな。そんな境地に達せられるのは、さすがの野口さんだなという感じ。野口さんの好感度は爆上がりだね。ははは。4、忘年会をやろう。4つ目のエピソードは、第2期の151話、忘年会をやろうという回でのことだぜ。おお、小学生が忘年会、楽しそうだね。それが、面白いだけでは済まないんだな。
この話の簡単なあらすじは、マルコが家族が忘年会に行くから、自分もしたいな、と言い出したことから話は始まるんだぜ。前田さんが、両親が遅くまで帰宅しないから、うちで忘年会をやろうと提案してくれるんだ。ウキウキで出かけるマルコたち忘年会参加メンバー、前田さんの家で忘年会を開催するんだが、前田さんは、自分のおばあちゃんを偉そうな態度でこき使う。そんな、前田さんの目に余る行動に杉山くんが注意する始末。一方、マルコとタマちゃんは持参したラーメンを、前田さんのおばあちゃんと一緒にキッチンで作ることに、仲良く、海外しく手伝う二人を見て、前田さんのおばあちゃんは、孫もこんなに思いやりのある子だったら、と、つぶやく。忘年会が進んでいく中で、胃腸の弱い山根くんが、いつものように胃腸の調子を悪くしていた。心配するクラスメイトを尻目に、前田さんはいつものことだから、放っておけばいいと発言する。そんな、発言を聞いた、前田さんのおばあちゃんは、そんな思いやりのない子は私の孫じゃないと怒ってしまうんだぜ。忘年会も解散して、おばあちゃんと二人になった前田さん。実は、山根に嫉妬していた。と山根くんに冷たく当たった理由をおばあちゃんに話す。前田さんとおばあちゃんは仲直りすることになるのだった。という内容なんだぜ。これもまた、前田さんらしいエピソードだね。ツッコミどころ満載な気が。まず、前田さんのおばあちゃんがかわいそうだよね。顎で使うとは、まさにこのこと。という感じの態度で前田さんはおばあちゃんをこき使っていたよな。信じられないぜ。いつもの二人の関係性が想像できるよね。おばあちゃんも孫かわいさに今まで甘やかしちゃってたのかな。それは、間違いなさそうだな。前田さんがあんなに偉そうで自己中になった要因は、おばあちゃんの前田さんに対する態度も大いにあると思うぜ。そうだね。おばあちゃんは、ただただ前田さんのことが可愛くて、可愛がってきただけだと思うんだけどね。おばあちゃんは、前田さんがおばあちゃんだけにあんな態度なら、まだ我慢できたと思うんだ。だけど、クラスメイトに冷たい態度を取った前田さんは、許せなかったんだろうな。そりゃあ、具合の悪い山根くんにあんな態度を取ったら、保護者としては、許せないよね。忘年会でクラスのみんなが集まっていることで、他の同世代の子たちの思いやりある態度に触れた後だからなおさらだよな。おばあちゃんとしては、前田さんがクラスメイトに嫌われてほしくない。前田さんに優しい思いやりのある子供になってほしい。という気持ちで怒ったんだと思うよ。そうだよな。愛する孫だから、なんとか人に好かれる子になってほしい。というおばあちゃんの愛情だよな。前田さんもおばあちゃんをこき使っていたけど、本当はおばあちゃんが大好きなおばあちゃん子。おばあちゃんに嫌われたくないから、ひどいことをしてもいつも最後は謝る羽目になるんだけどな。素直じゃないところも、前田さんの性格をややこしくしている原因だよね。そうだな。5. 城ヶ崎さんのリボン。5つ目のエピソードは、第2期の167話、城ヶ崎さんのリボンという回でのことだぜ。城ヶ崎さんは、可愛くてふんわりした雰囲気で、前田さんとはだいぶ違う女の子だよね。そうだな。城ヶ崎さんは、縦巻きロールの髪の毛で、キラキラした美少女というイメージだな。そんな城ヶ崎さんのリボンに注目がいく、この話の簡単なあらすじは、城ヶ崎さんが、お父さんにプレゼントされたという、リボンをつけて学校にやってくる。似合っていて、可愛いと話題になっている。城ヶ崎さんに嫉妬する右輪さん。右輪さんと一緒にいた前田さんは私も同じリボンを持っているけど、学校につけていくには派手でふさわしくないと思ってつけてこなかったと話す。そんな二人の様子を見ていたマルコは、二人もつけてきてよ、と二人にもリボンをつけてくることを提案するんだぜ。しかも、二人の方が城ヶ崎さんよりもリボンが似合えば、謝るよ、という条件も提示する。明くる日、二人は約束通りにリボンをつけて登校してくる。二人のリボン姿に、マルコはもちろん、クラスの男子たちからも似合わないと言われる二人。二人はリボンを捨てることに、そのリボンを山根くんがクラスのカーテンを結ぶリボンに活用した、という内容。おお、なんだか面白い展開の話だね。この話では、リボン姿の前田さんと右輪さんという、レア映像を見ることができるぜ。リボンの付け方が、かなりの美少女の城ヶ崎さんと張り合う勇気がある二人ってすごいよね。根性が。でも、城ヶ崎さんみたいに、ポニーテールにリボンをつけるスタイルなら、前田さんや右輪さんも似合わなくないと思うよ。私もそう思うぜ、付け方が。二人は、いつもの髪型の頭の上にリボンをドーンと乗せたリボンの付け方。なかなか、あんなリボンの付け方する人いないよな。いや、本当、どうしてあんな付け方で OK だと思ったのかな。あははは。でも、ずっと見ているとなんか可愛く見えてこないか？一周回って可愛く見えるかもね。珍しく、前田さんの可愛い姿が見られるエピソードかもしれないぜ。そうかも。今回は、前田さんの胸クソエピソードを5つ厳選して解説してみたぜ。霊夢は、今回の解説をどう感じたかな？
前から、前田さんのことは好きじゃなかったけど、今回の解説を聞いて、ますます、前田さんのことを嫌いになっちゃったな。もう、嫌悪感しかないよ。あらら、前田さんにもいいところはあるんだぜ、と言いたいところだが、正直、私には前田さんの良いところは見つけられなかったぜ。どんな人にもいいところはあるものだと思うんだけどな。私が発見できないだけで、何かいいところが前田さんにもあるのかもしれない。というか、あると信じたいぜ。そうだね、人間、どこかしらいいところがあるものだもん。今度から前田さんが登場したら、いいところを探してみるよ。私も、これから前田さんに注目しとくぜ。ってことで、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の解説が良かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。この解説の感想や、次回の解説のリクエストなど、気軽にコメントしてもらえると嬉しいぜ。前田さんのいいところがわかるエピソードがあったら、ぜひ紹介してほしい。それじゃあ、次回までー。まったねー。